どう、ルーベライフの力の分かったかしら。はいはい、もう怖いほど分かりました。いや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 、信じますよ。だってもちろん分かりました。分かった。それじゃあ大川さんの話を続けるわね。岡崎さんのお墓のある場所を突き止めるなんて造作もないことだわ。岡崎家に行って、自分は彼女の学校の後輩でふとしたことから噂を聞いたので、ぜひお墓参りをさせてほしい。そういえばまず断られないわ。うん、何も疑われずに親切に教えてくれるはずよ。そしてその通り実行したの。大川さんは夜更けになるのを待って行動に移したの。お墓なんて昼間だって怖いと思う。それも真夜中、女子高生がたった一人で。ああ、多分もうその時点でね、なんて言ったっけ、大川さんはなんか取り憑かれてたっぽいね。なかなかできるもんじゃないでしょうね。確かに。それも目的は墓荒らしだもん。確かに。怖くないのかな？いろんな意味で、ルーベライフの石も。大川さんってよほど神経が鋭かったのね。なんて言うんだろう、その欲望パワーっていうか、多分なんかに取り憑かれてるのかもしれないですね。それとも墓に眠るルーベライズが彼女を呼び寄せたのかしら。何しろ彼女は墓石をどけると、その中から岡崎さんの、骨壺を取り出したの。そして骨壺を開けると中に入っていたわ。美しい琥珀色のペンダントが。私のルーベライズだわ。彼女はそれを握りしめ胸に抱いたわ。これで幸せになれる。どうだろうな。誰よりも絶対に誰よりも幸せになってやる。どう坂上くん、ルーベライズを手に入れた大川さん、幸せになれたと思う？うわぁ、怖っ。だってこの BGM、さ、絶対バッドエンドじゃないですか、この BGM の流れてる時点で。なんて言うんでしょう、人の欲にそこはないですからね、やっぱり。欲しいと思ったものを手に入れば、また違うもの欲しくなったり。でもルーベライズ効果で幸せになるっていうのもありなんじゃないですかね。なんて言うの、完全懲悪みたいな、幸せになれないみたいな、いいじゃないですか。そういう恋愛できてもいいと思う、俺。幸せになる。じゃあ、一番。あなた本当にそう思うの？いや、思わない。だとしたら甘すぎるわ。なぜ岡崎さんはあんな目に遭ったと思うの？岡崎さんは願ったからですよね。彼女の願いを叶えるなら、もっと違うやり方もいくらでもあったでしょう。確かにそうだな。考えてみれば。ルーベライズは恐ろしいしよ。人の願いを叶える一方で、不幸まで運んでくるの。ねえ、坂上くん、考えてみてよ。人生ってそういうものじゃない。幸せな時もあれば、不幸な時もある。不幸な人もいれば幸せな人もいる。それが人それぞれの運命だとしたら。何が言いたいんだ。不幸と幸福が絡み合うのが運命だとしたら、ルーベライズの力で変えた運命も幸福と不幸の両方を伴っているものかもしれないわね。なるほど。持ち主の願いをすべて叶えても、その一方で恐ろしい運命を運んでくる。ああ、その代償を払ってくれみたいな感じ。ルーベライザーはそういう石なのかもしれないわ。
話は戻しましょうね。ウォーカーさんは岡崎さんの墓の前でルーベライスを握りしめて祈ったわ。私を最高に幸せにしてと。死者の墓を暴いた後で土を元にも戻さず、戻さないのか、バレるぞ。自分の幸せを祈ったのよ。岡崎さんの墓を暴いた後ろめたさがそうさせたのかもしれないわね。ルーベライスに幸せを祈れば自分の身は安全だ。いやいやいや、彼女はそんなことを考えていたのかもしれないわ。お母さんは自分の幸せを祈った。最高の幸せが欲しいと。ちょっと待って、俺が思うにルーベライスの幸せ運んでくるんじゃなくて、具体的に例えば宝くじで1億円当たってほしいみたいな、そんな具体的な願いの方が具体的に幸せになれると思う。最高の幸せ、じゃあ一気に天国行きじゃないですかね。ルーベライスそういう、なんて言うんでしょう、そう、あのいたずらっ子みたいな、いやもちろん叶えてあげるけどみたいな、なんかすいません、お母さんは自分の幸せを祈った。最高の幸せが欲しいと。そうしたら彼女の体はふわっと軽くなってね、頭の中が幸せな気持ちで満たされたの。幸せな気持ちっていうか、ウキウキするような楽しい気持ちね。そして大川さんは眠りについたの。頭がぼーっとしてその場に倒れ込んだのよ。岡崎さんのお墓の前に。大川さんはそのまま息を引き取ったという。マジで。やっぱり直で天国行きじゃないですか。彼女はルーベライスに命を奪われたの。でも願いは叶えられたのよ。大川さんの願いは彼女に最高の幸せを与えること。お母さんはひどい性格だったでしょ。だから後に様々なトラブルを起こすっていう運命が決まっていたんじゃないかしら。それでルーベライスはこう判断したのよ。彼女は早く死んだ方が幸せだって、それが一番の最高の幸せだって。お母さんは愚かね。私だったら幸せは自分の手で掴むわ。あ、それはかっこいいな。他人を、そう来るかよ。他人を殺してでも手に入れる。運命は自分で切り開くもの。私の話はこれで終わりよ。結局七人目は来なかったわね。でも、なかなか楽しませていただいた。ちょっと待って !BGM!BGM! 終わらない、怖い BGM が止まらない。バグじゃないよな。でもなかなか楽しませていただいたわ。それじゃあ、そろそろ帰りましょうか。やっべえ、すっげえ含みがあった。こっからじゃあ、7話目に行くっていうことっすね。ずいぶん長い話だなって思ってずっと聞いてたんですけど、すいません、後半ちょっと舌が全然回ってなかったっていう、初めからすか、すいませんでした。あ、じゃあこっから第7話目が入ると思うので一回区切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。